珠洲市多古島町にある八ヶ崎海水浴場の駐車場に開設された災害ごみの仮置き場には今朝、壊れた家具や家電などが軽トラックで運び込まれました。感謝です、はい、できて総選と捨てる場所がないんで、はい、僕ここで3往復目津波でやられたからほとんど使い物にならんわね。全部珠洲市によりますと初日の昨日は90台の車が訪れましたが去年5月の地震の際の開設初日と比べると2割ほどにとどまっています。市内では全壊や半壊、一部破損となった住宅がおよそ5200棟あり、今回の被害が大きすぎるあまり、片付けに着手できていない人が多いということです。仮置き場の利用時間は午前9時から午後3時までで、今後は飯田港などにも開設する予定だということです。